28年ロサンゼルス五輪は、柔道とテニスの二刀流。パリ五輪柔道女子57キロ級に出場したダリアビロディド、23イコールウクライナ、が30日、自身のインスタグラムを更新。首都キーウの夏の日、と題し、テニスを楽しむ様子を公開した。写真、180度開脚真っ白で丈の短いテニスウェアが赤褐色のクレーコート上で生えた。 シューズもソックスも白で統一。フォアハンドを振り抜くと、ポニーテールのブロンズヘアも待った。フォロワーからは、テニス、の驚きの声とともに、かわいい、綺麗、ゴージャス、クイーン、良い夏を過ごしていますね、などのコメントが寄せられた。また、ストーリーズも含め、上下ピンクの私服で、街を歩いたり、レストランに行ったり、運転席に座ったりする様子も投稿。 さらにトレーニング施設では足を180度近く広げた柔軟性も披露した。過去にはモデルとしての衣装やプライベート水着姿なども公開している。21年東京五輪では女子48キロ級で銅メダルを獲得。今夏のパリ五輪では57キロ級に出場して2回戦で船久保春香と対戦し、延長戦の末に惜しくも敗れた。